海上保安庁がついに尖閣での中国海警局の活発化を抑止として海上基地の機能を持たせた超大型巡視船建造計画の情報をキャッチしました。今回は海上保安庁が超大型巡視船建造を計画している内容について詳しく見ていき、いきますね。黎明型の4倍以上の大きさとのこと。中国海警局もビビる大きさでしょう。もしや全通艦班になるのかも気になるところです。2024年6月7日、日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶の4隻が同時に侵入する事態が発生。当日の午前中から午後にかけての延べ2時間余りの時間をかけて侵入した後、日本の領海を後にしたと報じられた。日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶が侵入したのは、今年2024年に入ってからは、これで通算17回目を数え、尖閣諸島周辺の接続水域にまで範囲を拡大した場合には、昨年末からほぼ毎日航行が確認されている。今回の中国海警局の船舶による領海侵犯行為の始まりも、同日朝に同局の4隻すべての船舶がまず接続水域を航行した後に発生しており、このところすっかり定番と化した艦すらある4隻1セットでの行動で行われた模様だ。日本政府側の対応は、同日の午後に林官房長官が記者会見の席上において、中国海警局の船舶の日本の領海への侵入は国際法に違反する行為であり、外交を通じ抗議を行うと同時に、尖閣諸島周辺海域の警戒及び監視を継続する旨を表明した。林官房長官のコメントは、中国海警局の領海侵犯行為に対して非常に遺憾であると述べたが、これは、いわゆる遺憾法と日本のマスメディア各社が評する門切り型の反応であり、日本国内での扱いも特段大きなものとは感じられなかった。一方の県の中国海警局は、同局の報道官が従来通りの中国政府の見解にのっとり、尖閣諸島は中国固有の領土と主張しており、そこへでの船舶の行動は自国の主権や安全保障及び海洋権益を守るものだとするコメントを発している。その主張を前提として、中国海警局の船舶は自国の国内法に従って、今後も尖閣諸島周辺海域での警備活動と法を守るための行動を継続すると述べており、そもそも当該の海域は日本の領海ではなく自国のものだと強弁している。このように、全く日本政府と中国政府とは尖閣諸島周辺海域をめぐり、それぞれが立脚する立場をことにしており、どこまで行っても、この問題が平行線から抜け出す可能性は著しく低い、政治的な状況にあると言わざるを得ない。今回、日本の尖閣諸島周辺の領海に侵入を行った中国海警局の船舶4隻には、いずれに、木砲、機関砲とおぼしき武装が搭載されていた模様だと伝えられており、常態化しているこうした行為でも、1セット4隻の船舶すべてが武装しているケースは初めてではないかと目されている。こうした中、国会警備局の船舶の武装に対する表現も、日本のマスメディア各社は、その大半が機関砲らしきものを搭載していたとの言い方で表記しており、例によって、あからさまの断定は、避けた無難な表現にとどめている感が強い。いずれにせよ、中国側が、こうした中国海警局の船舶の武装をはじめとし、装備や送り込んでくる隻数や船舶の規模自体も徐々に増加させている傾向は強まり、こそすれ弱まる素振りなど見られないことから、日本政府も、さらなる対抗策を迫られている。そうした中で報じられたのが、これら相次ぐ尖閣諸島周辺海域への中国海警局の船舶の侵入頻度と隻数の増加に対し、海上保安庁では、これまでにない規模の排水量を持ち、多用途な運用を可能とする超大型の巡視船を建造する意向を表明した。この2024年6月時点で海上保安庁が保有、運用している巡視船は、最大規模のものでも、相当数でおよそ7350トンの秋津島や、
同7300トンの黎明型が3隻となっているが、これらをはるかにしのぐ排水量の船舶の新規建造が打ち出された。この海上保安庁が新造を目指す巡視船は、全長でおよそ 200.0 メートル、全幅等の数値は不明ではあるが、総トン数では、実に、3万トンクラスの規模になることが報じられており、現行の、秋津島やレイメイ型と比しても、総トンは、4倍以上になる計算だ。海上保安庁では、ちょうど、今年2024年4月、1992年4月から32年間にわたって就役させていた大型の巡視船、四季島を老朽化に、伴い退役させており、この四季島は、就役から2015年に、中国海警局の船舶が就役するまでは、世界最大の7175トンの総トン数を誇る巡視船だった。巡視船、四季島の船名は、最新型の大型巡視船である、黎明型の4番艦に引き継がれ、新しい四季島もこの、今年2024年3月には進水を終えており、2026年中には収益を行う予定で準備が進められている。現時点では、今年退役を行った初代四季島の改良型と位置づけられる秋津島が、総トン数で7350トン、全長で 150.0 メートル、全幅で 17.0 メートルの船体を持ち、海上保安庁が持つ最大規模の船舶となっている。ちなみに、海上自衛隊で、現時点で、最大の規模を誇る艦艇といえば、ちょうど、航空母艦化改修の途上にある、出雲と加賀の、2隻の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦であり、最大で、各種の回転翼機を、14機収容可能なキャパシティを持っている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、海上自衛隊で最大規模の艦艇というだけあって、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長で 248.0 メートル、全幅で 38.0 メートルと、元より他国の軽空母並みの艦隊を有している。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を施され、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇となることを目視し、着々とその準備が進められているが、最初からその道のりが確定していたわけではない。まず、海上自衛隊では、大隅型輸送艦3隻を、1998年から2003年までかけて就役させ、同隊として初めて全通式の飛行甲板を備えた。艦艇として、外艦は航空母艦しかとした同艦を配備することで、世論の批判をかわす足がかりにしたと言える。続いて、海上自衛隊では、大隅型輸送艦において、全通式の飛行甲板を装備する艦艇の地ならしを終えた後、2009年から2011年にかけて、同様に、全通式の飛行甲板を備えるヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦を就役させた。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で 13,950 トン、満載排水量でおよそ 19,000 トン、全長で 197.0 メートル、全幅で 33.0 メートルほどの規模となったが、これが、ベースとなり出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の建造に行き着いた。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、次の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、周辺諸国への配慮と日本国内世論に留意する形で、その建造と就役は進められ、災害時には多数の回転翼を用いての救助や救助者の収容が行えることが強調された感はあった。そうした災害救助任務への従事も行える点をヒューガ型や出雲型は、日本において、その必要性を認知されるためのポイントに、用いた艦は否めないが、そもそもは、仮想敵国の潜水艦を封じ込めるための対潜哨戒任務が主要とではある。今回、海上保安庁が新造を決めたという新型の総トン数3万トン超とも伝えられる排水量は、実に海上自衛隊で最大規模を、誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦よりも大きいが、その外観等も、未だ定かとはなっていない。
これほどの排水量を持つ点を鑑みれば、その新型の巡視船は、広い飛行甲板を備え、多数の小型のゴムボートを収容する形式になると、個人的には思え、海上保安庁所属の船舶ながら、大隅型のようなドック式揚陸艦に近い形になるのではないかと推察している。これまでの報道によれば、この新型巡視船は、回転翼機を少なくとも3機搭載可能で、ゴムボートは数十隻、艦内にも、1500名規模の人員を収容する能力を備えるとされ、南西諸島の有事の際には、懸案となっている住民の保護にも活用が見込まれている。2024年5月14日、日本衆議院で、グローバルコンバットエアシステム関連の国際条約承認案が賛成多数で可決され、非凡の次世代戦闘機開発が加速する中、グローバルコンバットエアシステムで、日本が国際的な防衛開発で、新たな一歩を踏み出すシナリオを詳しく考察していきますね。日本の狙いは、F3 戦闘機開発の次を見据えていますが、時代は、戦闘機からドローンに変化し、戦闘機は不要になっているのではと考えています。極論で言うと、無人機無人空母もできる今のテクノロジーはちょっと恐ろしい。ガンダムは陸自担当かな。2024年5月14日に、日本の国会衆議院の本会議において、日本が、イギリスとイタリアとの3カ国の共同で開発を推進しているグローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムに関する国際条約の承認案が賛成多数で可決を迎えた。今回、この承認案が衆議院で可決された理由は、政権与党である自民党と公明党、これに立憲民主党、日本維新の会などが賛成に回ったことで多数を得たためで、反対票を投じたのは、例によって、日本共産党と、令和新選組の極左政党のみだった。日本国内の政治の世界では、現在の岸田政権に対して、支持率の下降傾向が続いており、地方議会の補欠選挙でも、自民党の全敗が起こるなどしてはいるが、かといって、これらを、追い風に、日本共産党や令和新選組などが、今後議席を伸ばすことも考えにくそうだ。これらの極左派政党や政治団体は、そうも変わらず、2023年度から、大きく、増加の方向に舵を切った日本の防衛予算の増額を非難しているが、そうした主張が、大多数の日本国民に支持されるような流れは起こりそうもない。それは、2022年2月から続くロシアによるウクライナ侵攻や、中国の南シナ海や東シナ海への覇権主義の拡大、核開発や各種ミサイルの発射を止める気配など微塵もない北朝鮮の動きなどから、日本国民の大多数は、大筋での防衛予算の増額に反対していないからだろう。さて、そんな具合で、日本を取り巻く安全保障環境が、かつての旧ソ連側陣営とアメリカ側の陣営による冷戦時期以上に悪化している現状において、今回のグローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムに関する国際条約の承認案可決は不可避だったと思える。グローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムの正式な始動時期を思い起こしてみれば、その時期は202年末であり、太平洋戦争に敗北して、以後は、すべての主要兵器の共同開発といえば、日本は、アメリカとの協業しか選択肢になかった。日本が、戦後唯一の軍事同盟を締結している国がアメリカである以上、
この流れは当然といえば当然という状況ではあったが、グローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムをイギリスとイタリアと進めることとしたのは大きな変革だと思える。少なくとも2021年頃までは今のグローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムで開発される主要要素の有人戦闘機については、従来と同様にアメリカ、具体的にはその中でも F-35 ライトニング2の開発を主管したロッキード・マーチン社との協業が有力視されていた。それまでの日本政府は、現行の日米で共同開発を行った F-2 戦闘機の後継機を、やはりアメリカとの共同開発で行う線で進めていたと思われ、アメリカ側は F-22 ラプターと F-35 ライトニング2を折衷したような機体を提案したと伝えられていた。現行の航空自衛隊の F-2 戦闘機は、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースに開発された機体であることは広く知られていると思うが、同機の開発においても核となる部分はアメリカから開示されなかったと言われている。その反省をもとに、日本では今後 F-2 戦闘機の代替機を製造するにあたっては自国で主導することを最大の条件の一つに挙げており、仮に下馬評通りにロッキード・マーチン社との共同開発となった場合、それがどこまで実現できるのかは不確実にも見えた。したがって日本がアメリカとの次期戦闘機開発を断念し、新たに初の試みとしてイギリスとイタリアとの3カ国の間でグローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムを推進することが公となった際には、その点に期待する声も一部で多く聞かれたように感じた。イギリスやイタリアは国家としての経済的な規模からしてみれば日本よりも小国であり、アメリカのような大国と異なり、日本が次期戦闘機に求める自国での開発主導という希望を叶えやすいかもしれないと考えられたとも言えよう。これが実際には日本が望むような本来的な意味での自国主導の開発にできるのか否かは今後の成り行きを見守るしかないと思うが、いずれにせよ次期戦闘機は2035年から退役が予定される F-2 戦闘機の穴をカバーすることが必須となる。現行の F-2 戦闘機を日本がアメリカと共同開発した大きな理由は、ベースでマルチロール型 RF-16 ファイティングファルコンを広い領海や排他的経済水域に囲まれた島国としてより対艦攻撃力を高めた機体を欲したからだった。こうした状況を鑑みれば、グローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムで開発される有人戦闘機である次期戦闘機でも、現行の F-2 戦闘機が備える大型の対艦ミサイル4発を携行可能な能力が求められていることは想像に難くない。現在、日本の航空自衛隊が調達を進めている F-35 ライトニングには、陸上の通常滑走路から運用される A 型が105機、短距離離陸、垂直着陸が可能で、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦に搭載して運用する B 型が、42機の合計147機の取得が予定されている。F-35 ライトニングには、単発の機関部を採用し、その機体のステルス性を発揮させるためには、胴体内のウェポンウェイに、兵装をすべて収納する必要が生じるが、機体サイズそのものが小型であり、大型の対艦ミサイルの携行には難点がある状態だ。そこで、グローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムで開発される有人戦闘機である、次期戦闘機では、双発の機関部を採用して機体を大型化し、航続距離も延伸、それに伴い、ウェポンウェイの容量も増加させ、兵装の搭載量も増加させるものとめされている。こうした次期戦闘機に求められる要件をまとめれば、長大な航続距離、機体の大型化を支える双発の機関部、大型の対艦ミサイルを、現行の F-2 戦闘機以上に、搭載可能なウェポンウェイの装備という、部分が機体自体に求められるのだろう。こうした機体自体の要件に加えて、次期戦闘機では、今後の空中戦で、主体的な役割を果たす可能性が高いと思えしき、無人航空機を完成する能力が加えられるとめされており、むしろ、この能力が鍵となると、
見る向きも多いようだ。日本における次期戦闘機については、この機体に随伴させる無人航空機に関しては、2024年4月に行われた日米首脳会談でアメリカとオーストラリアからの技術的な支援を行うことが会談後に出された共同声明に明記されている。オーストラリアの無人航空機といえば、同国空軍とアメリカはボーイング社の現地法人であるボーイングオーストラリア社が共同開発を行っている MQ-28 ゴーストバットが著名であり、この機体はすでに2021年に初飛行を終えている AI 搭載型の無人航空機である。日本の次期戦闘機に随伴させる無人航空機については、有人航空機の共同開発には関与しないもののロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぐことも報じられており、この分野におけるアメリカ内部での競合も激化が予期されている。また、グローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムについても、ヨーロッパでは、フランスとドイツとスペインの3カ国が、同様のコンセプトを掲げた FCAS、フューチャーコンバットエアシステムを進めており、その有人戦闘機は、NGF、ニュージェネレーションファイターと呼称されている。ドイツ空軍の一部からは、この FCAS、フューチャーコンバットエアシステムとグローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムを統合して、NATO としての効率化を図るべきとの声もあるようだが、先行きは未だ見えない。しかし、仮にこれが実現されれば、日本の有人機である次期戦闘機は、NATO との連携を深め、それに随伴させる無人航空機がオーストラリアと協力するとなれば、それは、オーカスとの連携を深めることにつながるかもしれない。